すんごい風強いのに顔が生きてるすごい顔生きてる。ブルベースってすげー。いいよ。あ、止まった止まった。もういいわ。はい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 。これ360度かちょっと待ってあ、どうも皆さんこんにちは、キーチャイ TV です。見て見て、フルフェイス買ったのフルフェイス買ったんです。結構前に買ってたんですけど、ちょっとあのひふみの選挙やら選挙でめちゃめちゃ忙しくて、バイク乗れる時間なくって全然かぶんなかったらもうこんな感じになりました買ってます。似合います似合いますはい、ということで今ちょっと2、3ヶ月乗ってなかったんで絶不調でして今試運転っていう感じでちょっと増田市内をぐるぐるしてるんですけど、エンジンが温まってないとやっぱりすぐ落ちるなっていう感じで、ちょっと今ねここのエンジンかかりやすいやつ引っ張ってエンジンか温めてるみたいな感じなんですけど、これしないとマジでねクラッチ切るとすぐ止まるんですよ、エンジンが。やばい、なんでこんな、なんででしょうね。このヘルメットもね紹介したかったんですよ、本当は夏用だったはずだったんですけどね、秋になっちゃいました。はい、ということでちょっと一旦動きます。やっぱりこれ引っ張ってると、そんでこの状態でこれ引っ込めると、あ、ちょっと安定してきたかも。これをつけたりつけなかったりして8キロぐらい走ったんですけど、あ、止まりそう止まりそう、あ、止まったわ。2、3ヶ月ぶりの運転にしては結構冷静にできているんじゃないのかなっていう感じはしますするんですけど、想像以上にこのエストレアさんの調子が悪くて、今週ね視聴者さんとツーリング行くの久しぶりに、ほんと久しぶりにこの企画ができるんですけど、したいからって思って久しぶりにエンジンつけたら、まあこんな感じでめちゃめちゃ止まるんですよ悲惨。ここのタグじゃないや、何引っ張るやつ、引っ張ってるところをしまうと回転数が元に戻って落ち着くんですけど、ふぃーふぃーあ、やった、なんか今不意にふぃーの時にやえしたらペコしてくれた、ありがとうございます。で、この引っ張ったまんまの状態ってどうなん、一応走行は別に問題はないないよね、そうだよね、ダメなはずはないよね。いや、もうちょっと待って、これさ、エストリアの不調とこの初めてのフルフェイスにめちゃめちゃ感動したっていう話、この2つがもうこんがらがりすぎて何から話したらいいのかちょっとわけわかんなくなってるんだけどそうだね、このエストリアが不調だっていう話はもう伝わったと思うのでもういいとして、今もこれですよね、この私のフルフェイスの話をしようかなと思いますあ、まあ夏になる前に買ったんですけど、これから暑くなるしちょっとね日焼けとかもさ、前回の白いやつだともう顔面日焼けしまくりだったんで、この日焼けとかをねちょっと解消したくって、それだったら夏かぶってもそんなに苦じゃないフルフェイスを選ぼうと思って選んだんですよ。
夏も空前だ、乗るぞってなったんですけど、まあ、これから新居ですわみたいな感じになっちゃって、ちょっと忙しくて乗れなくて、気づけばこの夏仕様だと言われてるものを秋に被るっていう事態に発展しました。そして今日初めてこのフルフェイスを被ってバイクに乗ってるんですけれども、めちゃめちゃいい、もう本当にもう最高、フルフェイス最高だよ。とにかく顔に風が来ない、目がパサパサ、目も口もパサパサしないのは、これはもう画期的なアイテムですね。ああ、みんなこんな幸せな思いしてたんだなと思うと、もう、なんてなっちゃいますね。はい。こんな感じ、こんな感じでございました。何が夏仕様かって、なんかここら辺に、空気の通り道があって、まあ、頭皮がね、結構こう、頭皮っていうか、頭が密着してる分、そこに空気が少し含まれて、頭涼しいよ、みたいな、冷やしていこうぜ、みたいな感じの、あれがあります。まあ、詳しくは、結構、このヘルメット自体を、レビューしてる方ってめちゃめちゃたくさんいるので、私の動画はもう、全然参考にならないと思うので、詳しい方の、見て、購入決めてみたりしてみてください。でね、まあこれすごいいいなと思ったんですけどね、やっぱりなんかあれだね、首疲れるね。そういうもんなのかな、フルフェイスって。あー、でも首重い、うん、確かに首重いし、なんか頭キューってなってる感じがして違和感はあるけど、慣れちゃえば大したことなさそう。なんか思ったよりだったわ。そんな言うほどでもなかった。フルフェイスって結構こうなんじゃねえみたいな。うわ、もう止まったよマジもう。かれこれ15キロ、今15キロ走ってますけど、改善が見られないかなっていう、何か他の原因があるのかな。今日月曜日なんですけど、ほんとマジ木曜日にはツーリング行きたいから、ちょっとね、なんかうまく治ってほしいなみたいな。いや、にしてもちょっと今年のね、10月11月12月はバッとバイクに乗って、ちょっと今年1年最高だったわーっていう日を作りたいなと思います。おー、海沿いだ、やるじゃん私。うわー、すごい、すっげー、だって見えるかな、海沿いが見られるのはいいことですよ。で、また回転数がえぐちい。あ、すごいすごいすごい、踏切の目の前、海ってやばい。よいしょ。いやー、今日めっちゃいい天気だし、海綺麗だし、すごいじゃん。あ、きれいって感じ。空高しいって。いただきまーす。おー、めっちゃ海綺麗。おー。うわー、ほんと綺麗。こっからめっちゃ綺麗だわー。すごーい。すごい、透き通ってる。んげ。うん、うわ、すごい。今切りました。18キロ走りましたね、今のところ。そんで、ウインクずっと出てた。うわ、すごーい。海、川って感じ。これ左行けんの？行ったところで何が待ってるって感じだけど、ちょっと行ってみっか。おー、何ここ、初めて通るんだけど、すごい、海近い。よっ、おー、めちゃめちゃ海近い。
お、いいぞいいぞいいぞ。エンストしない。エンジンが落ちない。え、ちょっと待って、なんかいろいろ行き止まってんだけど、行ける口これ。わお、絶対行けないやつだよね。ちょっと U ターンします。よし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 、上手くなったんじゃない？上手くなった方じゃない？あー怖かった。わー、うわうわ、ちょっとなんかフルフェイスってあれだね、ほっぺたむにゅってなられてて、すごいちょっと喋りづらい。今のところ不調というか、エンジンがしっかり温まれば大丈夫みたいな感じなので、18キロ走ってやっと安定したかなっていう感じです。結構かかるな。こんな感じでですね、まあフルフェイスのこの新しくなった新装備を着てどんな感じかっていうのと、エストレアが不調だったので試運転を含めた動画でした。でした。ちょ、もうダメだね、あの運転と喋るのが同時進行にできなくなってきた。まあ一応デメリットとしたら、絶対これあれだよね、化粧をかけてるよみたいな感じだよね。着脱の時とかめちゃめちゃ下手くそなんだよね。もうなんか顔面のメイク全部取れるんじゃねってぐらい、なんかメリっていくんだけど。いろいろ含め、ちょっともうちょっとこのフルペース楽しみたいと思います。こんな感じで今日はいいじゃないですかね。